久しぶりと、はるくんです。今回の縛り生活は、3日間家系ラーメン生活。おぉ、シンプル。はい。今までいろんな家系生活やってきましたけど、はい、まあ、今回は、まあ、本当に行ってみたい、うん、行きたい家系に行こうかなということ で、コメント欄とかでもね、結構来るんですよ。この店行ってください、この店行ってください。めちゃくちゃ DM とかでも来ますね、インスタとかで。来ますね、うん。めちゃくちゃ来ます。ありがたいです、本当に。で、今回都内限定で一旦ね、行きたいなということで、はい、だけど多分ね、皆さんも知ってるような家系ラーメン屋、うん、出てくると思うんですけど、はい、ぜひご覧ください。どうぞ。はい、ということで家系ラーメン生活1日目でございます。ということで今ですね、僕は新宿に来てるんですけど、今日ですね、新宿付近で野暮用がありまして、新宿のね、家系ラーメンに行きたいと思います。新宿の家系どっかないですかってスルさんにね、聞きまして、スルさんが町田屋どうですかみたいなことを言ってくれたので、今日はね、町田屋に行きたいと思います。まあ、町田屋って本店が町田にあるんですけど、まあ、新宿店もね、あるということで、はい、今日はね、町田屋に行きたいと思います。いやー、最近寒いかと思いきや暑いわ。もう半袖だもん俺だけ。あった、あれか、町田屋。てっきり赤看板かと思ってたから黄色看板でしたね。かなり、なんかワシワシっていうよりは吊るし込むんですね。はい、というわけで町田屋さん、ごちそうさまでした。いや、あんまり食べたことのない家系のタイプでしたね、僕は。麺もなんかね、極太わしわしっていうよりはなんかツルツルのストレート麺っていう感じだったんですけど、でスープなんですけど、結構塩っ気がね、強めな印象で、なので最後までニンニクとか入れずにいただいたんですけど、まあ、米にはね、すごい合いましたね。まあ、というわけで家系生活1日目、はい、新宿の町田屋さんということで、いや明日どこ行こうかな。いや結構ね、コメントいただいたところとかもね、行こうと思ってるんで、いや神田のね、家系とかも行きたいんですよね。というわけで1杯目ごちそうさまでした。はい、ということで家系ラーメン生活2日目でございます。ということでですね、今僕は神田にやってきてます。そして今日行くお店が神田のワイズっていうね、家系ラーメン屋なんですけど、ワイズってね、名前だけ聞いたことあるんですよね。都内を代表する超人気のね、家系ラーメン店ということで、許可もねいただいたので、今から行きたいと
思います。神田はね、朝家系生活で堀田屋さんって場所にね行ったことがあるんですけど、その堀田屋さんも朝ラーメンだと1杯500円で食べれるので、めちゃくちゃねおすすめでございます。これが堀田屋ですね。どこだ、あの行列かな、あの行列か。一生だし、ガチだよ。ワイズごちそうさまです。いやー美味しかったっすね。いやすごい豚の出汁が効いていて、パンチもあって、もう超濃厚な家系ラーメンって感じですね。普通で頼んだんですけど結構固めなタイプで、僕すごい好きな家系ラーメンの麺でしたね。でチャーシューはねかなりスモーキーな、味わいで、歯ごたえもねしっかりあってすごい美味しかったっすね。かなりね濃厚なので、飲んだ後とかに食べるのがね一番もしかしたら美味しいかもしれないですね。でもね、僕初めて行くみたいなこと言っといて、もしかしたら神田のワイズ行ったことあるかもしれないですね。なんか1週間家系ラーメン生活でもしかしたら行ってたような気もするんだよ。なんか店内の雰囲気もなんとなくそんな感じだったなみたいなのね少し思い出したんで、もしかしたら行ってたかもしれないです。てか絶対行ってる気がするな。いやでももう忘れないですねこのワイズの感動は。というわけで2日目大満足の一杯でございました。それじゃあお家に帰りたいと思います。ごちそうさまです。はい、というわけで家系ラーメン生活3日目でございます。ということで、僕はね本日蒲田駅にやってきてるんですけど、まあ、蒲田ということはついに神仁屋に行きたいと思います。でスルさんと家系ラーメンはしごみたいな動画撮った時に、スルさんって結局どこの家系ラーメンが一番好きなんですかって一回聞いたことがありまして、スルさんがなんかここの家系は行っとけってとこあるんですか、ちなみに。今日行かなくても確かに、ああ今日行かなくても行っとけってとこ、はい、一旦家系はもうここ行ったら初めてだな、ここが都内ですか、はい、都内で、都内だったら蒲田のひいきっていうお店にぜひ行っていただきたい。
蒲田行ったらもうひいきやっぱりとりあえず。そうなんですね。はい、ぜひぜひ。なるほど。もしくは神谷蒲田店、もしくは。ああ、蒲田いいんですね。蒲田結構最近ラーメン屋さんめっちゃ増えてきてるんですよ。あ、そうなんだ。日程もなんかちょっと熱くなってきて。ぜひ。念願かなってついにね、カンニアに行きたいと思います。でカンニアって実はね、あの撮影がね確か NG なんですよね。ということで今までねなかなか行けてなかったんですけど、今回ですねついに特別に許可をいただきまして、はい、今からねカンニア行って、食べたいと思います。はい、じゃあ今日はね友達2人と行きたいんですけど、まず1人と合流しました。カンニア行ったことあるんだっけ。はい、いやだからお前顔隠さ、顔隠さなくていいやん、はい、普段あんま家系とか食べないでしょ。そうですね、あんまり食べないです。いや、 やっぱなんか違うなっていうのはあって、で一番驚いたのは食べ終わってもあの皿の中がめっちゃ湯気立ってる感じがして。あ、熱々なんだ。そうなんです。あ、それいいね。ちょっと宣伝かなんかあれば。あ、本当ですか。チャンネル登録10本。わ、めっちゃ並んどる。めちゃくちゃな、うわめっちゃいい匂いするな。はい、というわけで合流いたしました。結構並んでる、10人ぐらい並んでるか。味玉弾力すごっ。Thank you.
はい、ということでカンニアごちそうさまでした。いやめちゃくちゃうまかったですね。もう一口食べた瞬間にもうガッツンとね、もうこう脳天ぶっ刺さるような味で、いやもうこれが家系だなってやっぱ思いましたね。で僕全部普通で頼んだんですけど、いやスープもねかなり濃い味なんですけど、なんか見た目ほど濃すぎないというか、バランスの取れた絶品のねスープでしたね。でチャーシューもね、まあ、スモーキー目で美味しくって、で麺も堺製麺線の麺なので、まあ、もちもちでねすごい美味しかったです。念願のねカンニア本当に行けて嬉しかったですね。で最後ね店主さんもね、いい映像撮りましたかみたいなのに聞いてくれて、いやすごいね店員さんもすごい皆さん親切な方で、もう食べる前からもう食べてもね食べた後も気持ちいいお店でしたね。まあ、というわけで3日目はねカンニアさんにお邪魔しました。はい、いやもっとねいろんな家系行きたいんですけど、はい、今回の生活はこれで終了ということで、はい、皆さんありがとうございました。はい、というわけで終了でございます。ということで、はい、いいなー、俺今回ちょっとついていけなかったんで、はい、うわーめちゃくちゃ羨ましい。やっぱ今回純粋にやっぱ家系楽しみましたよ、はいはいはい、いつもはこう縛りでいっぱい食べたりとか、ね、ライスと食べたりとかあったんで、ちゃんと一杯だけっていうとマジうまいよね。うん、うん、まあ、今回ね鈴さんに聞いたところとか自分でね、うん、行ってみたい場所とか行けたんですけど、まあ、もっとね本当に行きたい場所だったんですよね。で今後もねちょこちょこ、まあ、毎月でもね、うん、こう家系ラーメン生活とか行っていこうかなと思うんですけど、まあ、次は、このコメント欄にある、お店から ね行きたいと思いますので、ここの家系行ってみてくださいとか、うん、そういうのありましたらぜひ、はい、コメントよろしくお願いします。というわけで、はい、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の YouTube でお会いしましょう。バイ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 。